エンドー GP18 は1959年12月から1963年11月の間にアメリカの GM エンドが製造した電気式ディーゼル機関車である g p 9の後継機種である。前述の通り g p 9の後継機種として製造が開始され同時に g p 9はカタログをちした。原則的に 車体形状も GP9 と類似しており、ショートフードの高さが運転室高さまであるハイフードタイプであるが、一部には高さの低いショートフードを装備する車両もある。GP9 との携帯差として、ラジエーターシャッターが金網状のものから金属製のグリルに変更されている。搭載するディーゼルエンジンは GP9 に搭載されていた567。 C 型エンジンの圧縮比を16から20に上げ、出力を1750馬力から1800馬力に向上させた 567D1 型エンジンである。装備のバリエーションとしてダイナミックブレーキを装備しないものがあった。また、グランドトランクウェスタン鉄道の4955から4952号と、 メキシコ国鉄の7520号の7529号はショートフード内に蒸気発生装置を搭載し GTW の車両は通常は床下にあるエアタンクをロングフード屋根上に移設していた GTW の車両には蒸気発生装置を搭載しないものもあったなお通常はショートフード側が前となるが GTW の車両は ロングフード側が前となるように設計されていた。ミズーリーパシフィック鉄道の車両はアメリカンロコモティブの車両から転用した、R、B 型台車を装備している。この台車は大型のゼネラルエレクトリック製の駆動用モーターを搭載しているため、ホイールベースが長くなっている。本形式は404両が製造され、うち350両はアメリカに、 12両はブラジルに、40両はメキシコに、2両はペルーに収められた。本形式の車体を GP35 と同じものとしたのが GP28 である。ありがとうございます。